背景です。今回は絶不調本田圭佑、9月の防御率 6.75 ということで、本田圭佑投手なんですけれども、ここ最近めちゃめちゃ絶不調で苦しんでるんですね。なので、今回はそんな本田圭佑投手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、絶不調の本田圭佑ということで、まずは今シーズンのここまでの本田圭佑投手の成績から見ていきたいと思います。今シーズンのここまでの成績以下の通りです。41試合に登板して防御率が 2.18、 45.1 イニング、3勝2敗20ホールド、31奪三振で四球が15、被打率が2割17厘、 KBB2.58 の WIP1.04 という成績を残しています。今シーズンの通算成績を見ていくと、そんなに、悪いわけではない。防御率も2点台前半ですし、ホールドも20上げています。被打率、 KBB1 という数値を見ても、非常に高水準の数字を残してくれているので、1年間の成績で見るとそんなに悪くはないんですけれども、ここ最近、露骨に悪くなってきてるんですね。それが月間防御率というところを見ていくと分かるんですけれども、夏場に入ってから、非常に調子を落としています。8月の防御率が 3.52、 9月の防御率ここまで 6.75 ということで、露骨に悪くなってきているのが、これを見れば分かるかなと。これが、やはりどういう原因なのかというと、平投手、森脇投手、増田投手、佐々木投手ですね。彼ら4人の離脱がありました。佐々木投手、平投手、森脇投手に関しては復帰をしているんですけれども、増田投手も1回復帰したんですけれども、8月に入ってからこの4人がちょっと離脱していた時期があったんですね。やはりね、これだけいいピッチャー4人が抜けてしまうとなると、残った本田投手に負担が当然増加をしてしまったというふうになります。そこでかなり登板する機会が増えてしまって、疲労が溜まってしまった。で、特にですね、本田投手は、昨年までは中継ぎをがっつりやった経験がなかったので、その夏場乗り越え方だったりだとか、そういった部分でね、かなり苦しんでしまって打ち込まれてしまったのかなというふうに思います。で、今後の本田投手について最後話していくんですけれども、本来はやっぱりもう少しね、ちょっと2軍で休ませたいところなのかなというふうに思います。ただですね、ちょっと現状それができないというのがあります。現在特に増田投手が離脱をしてしまっていて、で、平井投手もね、先発に回ることになってしまってるんですね。なので、中継ぎ陣がそもそもね、2人いないという状況になってしまって手薄となっているんですね。で、他にね、昇格候補もいないというところで、ピッチャー陣全体的に人員不足という状況になっているんで、やむを得ず本田投手は一軍にいるんですね。平投手、佐々木投手も戻ってきて、結構人数的には揃ってきたのかなっていうふうに思って、本田投手、水上投手、どちらかをね、2軍で休ませたいなというふうに僕も考えてはいたんですけれども、現状のメンバーだとなかなかそれができないのかなというふうに思います。そんな形で1軍にいる本田圭佑投手なんですけれども、今後の起用法としては、勝ちパターンでの起用法はかなり苦しいのかなというふうには思います。実際に最近はちょっとね、セットアッパーって役回りからは外されて、ビハインドで投げるケースが多くなってきてるんですね。なので、やはりね、これは調子を見てそういうふうに判断をしていると思うんですけれども、とりあえず今の調子が続くようなのであれば、ビハインドでの登板がメインになってくるのかなというふうに思います。本当はやっぱり1軍ではなく、2軍で調整をさせたい部分ではあるんですけれども、とりあえずね、それができないという状況なので、代わりにクモン投手だったり、スミス投手をセットアッパーとして入れて、本田投手はちょっとビハインドだったり、若干ね、楽な場面で、調整させていく。で、復活調子が戻ってきたところでは、勝ちパターンで使っていくっていうのが今ベストの状態なのかなというふうに思います。本田投手、やはりライオンズのブルペン陣が復活していくためには、本田投手の復活も必要不可欠だと思います。今後の本田投手の復活にも期待をして見ていきましょう。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter の方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。